ちょっと効率が良くなる。
回やればやりやすい。だから第一代さんが社会に理科の人類や人類がこれは崩れ違いながらどうやってみんなに発表するかも決めてください。1はこっちでやるか、2はこっちでやるかわけでもいいし、1も2もとにかく誰々さんが代表で言うのをみんなで助けるといいんですよ。発表の仕方もなくて不動産で。
あの、
君らの説明次第で他の人たち全然分かるか分かんないけど決まってますね。これを説明すればいいですね。9ページと10ページ。そうです、そうです。はい。最初の電気図の基本です。皆さん、この9ページをご覧ください。おう、なるほど。そう、テキスト使おう。テキスト使おうか。はい。で、うん、まあ、ご覧の通り、この電気図、電気記号が書かれているんですけど、うん、そうですね、例えば、はい、このマップがあるじゃないですか。はいはい、マップの例えば石垣島をご覧ください。なるほど。例を挙げるといいですね。石垣島は、うん、この矢印が書いてると思うんですけど、はいはい、それの矢印の丸の中にまた丸が書いてあるんですけど、これは天気を表していて。はい、でその天気は何かなって思って9ページを見ると、はい、この二重丸の曇りということを示しています。はい、でつまりこの石垣島はの6時の天気は曇りということになります。そういうことですね。他の例えば那覇も、うん、曇りですし、うん、例えば真っ黒な鹿児島はこれ雨が降っています。なるほど。はい、そういうことを表しています。この丸の中のでね、10ページをご覧ください。この丸のここに書いてあるんですけど、うん、この棒があるんですね、なんか。なるほど。はい、はい、でこれ大丈夫。はい、この棒はこの棒の向きが大事でして、うんうんうん、この棒の向きは、この棒の向きから風がやってくるっていうのを表していて、はい、で、この棒があって、左に、まあ、こっちは左にちょんちょんちょんって3つ、うんうん、まあ、棒が引っ張ってるんですけど、うん、これは風力が3っていうことを表していて、なるほど。で、またこの地図に戻るんですけど、うんうん、地図の、まあ、左下の真ん中の気象庁風力階級って書いてあるんですけど、ここで棒の数によって風力が風速何メートル毎秒かっていうのが分かります。対応してるわけですね。そうですね。はい、はい、でまた本当は例えばさっきの石垣島だったら、この矢印があって左には22って書いてあって右には16って書いてあるんですけど、この左の22っていうのは気温のことを表していて、うん、で右は気圧を表しています。なるほど。はい、以上ですね。以上ですか。はい、まあ簡単なルールなんで簡単な説明でいいんですけど、でちょっとね、他の残ってる人一回全員立ってください。まあ結構簡単な話だったと思うんですけど、今の説明で、お大丈夫だ、ここはもう終わる、皆さんの説明のおかげで、 A さんの説明のおかげでもう大丈夫だと思った人は座ってください。はいね。はい、よかったですね。はい、はい、だからいいですね。もう絶対することない。みんな分かってくれました。Thank you.
はい、いいですよ。じゃあ、どうぞ。あんまりね、やり方にこだわらないでくださいね。はい。伝えなきゃいけないことはここなんだってことだけ考えれば、みんな友達でしょ。まあ、みんなのやらないかもしれないけど、そんな、硬いことは言わなくていいから。伝わることが目的なんで、
ってことがある人はもう一回立ってください。まだこれで今の説明で完璧に書けるっていう自信がない人、大丈夫ですか？自信ありますか？はい、何どこがわかったですか。もう完璧だ。これで天気図を分けるぞ。
たぞ。たたえさん、何かありますか？なんかどっか不安だったらちょっと教えてください。不安を共有してください。はい、今選手の曲がもう弾いてあるんですけど、だとすると多分次に弾くのは1012だと思うんですけど、はい、1012って書いてあるところ点ってすごく少ないじゃないですか、はい、その場合あの等高線の時みたいにその間を取って等分できるかでフロートしていくのかなっていうのはちょっと気になってて、 そこはどうですか？Thank you.
大体どこにその汚れてるとマスカラを落とせるのかっていうのを
完璧です。大丈夫。大丈夫じゃない。なるほどねっていうところあるね。まだ見たことない。もうない。本当にもうないですか。いや、これすごい。よく説明してくれたなと思ったんですけど、これ適正解じゃないですか。多分どっちかを説明してるから。内装です。内装をこれ言っちゃうのかな。特効性の応用です。特効性の応用。はい。言葉はどんどん。なるほど。これね。わかりますね。これ内装って言うんです。一応言葉は言ってるんですけど。このシーンは素晴らしいです。ここ一番難しいぞ。ここに11ってあるじゃない。ここに16ってあるんだ。その間に値を、自分の欲しい値をね、作ってやる。自分で売り出してやる。そうすれば自分の自由自在じゃないですか。いや、ここに住人がある。自分が欲しいのは12なんですよね。自分で作るよこうやってで話でしかも2点の間に作ってるから内側に作るんですね。でもう一個あるんですよ、外装。例えばちょっと皆さん口ずつ見てくださいね。内装でこうこれ使えば日本あたりは大体いけそうだなって分かります。ぴったり8はないかもしれないけど、まあ8作れそうじゃないですか。こういうのでもいいんですか。この2地点の間が、あ、8かなみたいな、そういう話があります。当然この等高線の限りだったり、何でもいいんですか。2地点の内側に作りましょうって話です。内装です。でもちょっと見てください、太平洋もどうですか。超回らじゃないですか。次、何 ?21 とかしかない。どうしますか。いや、ね、ちょっと そこどうするのって話あるでしょ。いくつか内側も何も何もねえよ、そこにはっていう話です。どうしますか。そこまでは考えないですね。はい、なんか、思い出すことありますか。補わないけど、なんか違うにこれでどれも見つけれる。うん、よし、うまいな。他のモデルのやつで考えられる、うん、同じのものですとかに終わらん。わかります。いや、わかります。そうすると
具体的に D 波はどうなったか、ちょっと聞いてみましょうか。皆さん自分にとって思いつくことと相性になっている人がいるかもしれないし、おそこ来たかと思う人がいるかもしれないです。あ、それだったら私もそっちにしてみようかなでもいいですよ。じゃあ D 波お願いします。 D 波今日これから書くレポートを、私はこのトレーニングのお題を見ていて、これは誰に伝えようという想定で書きます。だからそういう表現でやりますよという話。だからこれ今日は B 班全員ですか。じゃあ全員、うん、はい、はい、はい、1人ずついきましょうか。はい、どうぞ。はい、
なるためにって、まあ、将来のためだとか、今まさにそのつもりで書くっていうのが一番近いんです。はい、はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。自分を中高生に伝えたいなと思って、はい、理由は、うん、自分がこれを中学の時にやった時にちょっと理解しづらかったなと思った。なるほど、なるほど。中学でもやったの覚えてたの？中学のこういうの書いたなって、うん、なんとかぼんやり覚えてる。前線とか書いたりしたなと思って、うん、ちょっと理解しづらかったなと思って。なるほど。理解しやすいように伝えればいいなと思って。どこが理解しづらかったんですか？特に前線の話だと、関連で言っても分かるとか、あ、はい、うん、それが分かるように、はい、レポート書きたい。はい、いいですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあやりましょう。じゃあ、残りは皆さん、ささっとやって、ささっと書いてもいいし、みっちりやって気の済むまで書いてもいいです。あとはみんなに任せると。聞きたいことは聞いてくださいね。はい。
Thank you.
見ると意外と難しいですね。やってみると意外と難しい。まあでも大体こんな感じでいいんだなとか、厳密にやるっていうことを守ってほしいルールと、あ、ここはこれぐらいちょっと、ね、剃れてもいいんだ、外してもいいから滑らかにするんだ。あ、外装ってここで使うのかが何台出てきますね。
だからとりあえず一回アバウトに、アバウトに A って書くんです。でもここに1004があったら、あー これはどうすればいいの、用紙をとりあえず、フリーハンドでいいですかね、大体です。定規で何ミリ何ミリって測らなくても大丈夫です。